資料をいろいろ探すのに1年ぐらい時間をかけました。立川の非工学校、立川の地を訪ね、でパク・キョンホンさんのそのいろんな日本での痕跡の後をたどり、そして映画の最後にも映されましたけど、実際に遭難したその場所を訪ね、そういうふうに資料をいろいろ探すのに1年以上かけました。で韓国の方にはパク・キョンホンさんの資料というのはほとんどないんですね。でそれは逆に日本にあるわけでして、であとはその立川の非工学校にパク・キョンホンさん以降に入った方のそういう書いたものであるとか、そういう資料を探すなど1年以上非常に苦労をして、そういう資料を実調査をいたしました。パク・キョンホンさんの後に入られた女性飛行士ということでよろしいですか？映画の中でもハン・ジミンさんが演じられてらした、後輩にあたる女性パイロットがいましたけど、ひょっとしてその方が그러니까 현재 그 한국 대한민국의 정식 역사에는 그 여기 한지민이 맡았던 이정희라는 역할이 있는데, 이정희가 그 대한민국 최초의 여자 비행사로 기록되어 있습니다. 역사는.現在の大韓民国韓国の正式の公式の歴史上としては初めての韓国人女性飛行士は、今の映画でハン・ジミさんが演じられた役のモデルになったイ・ジョンヒさんが第一女性韓国人飛行士第1号であると、公式の歴史ではそうなっています。なぜパク・キョンホンさんはこう記録されてないんでしょう、ね。이 영화 무대가 이제 그 불행한 시대인데, 그 조선이 독립을 하면서 대한민국이 건국이 됐습니다. 그래서 그 당시 일본에 협력한 사람들은 굉장한 그 고초를 받게 되죠. 정식으로 나라가 들어서면서. 그런 와중에 박경원이 역사에서 삭제된 이유는 그 일본 비행기를 탔고, 그 다음에 마지막 비행 자체의 후원을 일본 정부로부터 받았다는 이유에서 박경호는 삭제됐습니다. でその日本と韓国の間にはその植民地時代というそういう不幸な歴史が横たわっていたんですけども、それが終わり、大韓民国独立して大韓民国ができて以降、そういう日本との関わりは紳士的な行為というのは当然否定されていくわけですね。でパク・キョンホンさんの場合はなぜその存在が大韓民国の公式な歴史から削除されたかというと、それは日本の飛行機に乗り、日照旗をつけた日本の飛行機に乗り、そして一番最後の飛行もこういうふうに日本の政策意図にのっとったものであるという理由で削除されたのだと思います。それに対して監督はやはり本当のパク・キョンホンはちょっと違ったんだというようなことを映画で伝えたかったんでしょうか。